1>, 1パイントのスタウトスタウトはビールのスタイルの一つで黒くなるまでローストした大麦を使用し、上面発酵によって醸造されるものを指す。日本におけるビールの分類では、濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビールのことで、ビールの表示に関する構成競争規約第4条によって定義されている。主にアイルランドやイギリスで作られる。 代表的な銘柄にはギネスがある。ほとんどのスタウトの色は黒い。味は濃厚で苦味、酸味とも強い。アルコール分が一般的なラガービールより高いものが多い。カロリーはラガーよりも低い。名前のスタウトとは強いという意味である。飲み方としてはそのまま飲む以外に普通のビールに割って飲んだり生卵を落として飲む方法が行われている。 日本における規約では特に上面発酵でなければならないという規定はなく、例えばキリンビールの一番搾りスタウトや札幌ビールのエビススタウトクリーミートップは仮面発酵であるが規約における条件を満たしているため日本においてスタウトの名称を使用することは法律上は全く問題はない。海外では韓国ハイトビールのハイトスタウトやバルト海沿岸、 スラブ県やイギリスでのストロングポーター、スタウト、ポーターを関するビール等に仮面発酵でスタウトを名乗るものが存在するが、その是非については議論がある。ちなみにキリンビールのキリンスタウト一番搾りスタウトやアサヒビールのアサヒスタウトは上面発酵である。日本で黒ビールと呼ばれているもののほとんどはラガーと同じ仮面発酵であり。 シュバルツビールに近いものが多い。ドライスタウト、またはアイリッシュスタウトは飲み始めに感じる軽いカラーメルコート、強くローストした麦芽のドライな苦味が後味に強く残るのが特徴。アルコール度数は4%から5%。クリーミーな泡立ちと泡持ちに優れる。フォーリンスタウトはドライスタウトよりも甘みとアルコール度数を強くしたスタウト。 コーヒーやチョコレートを思わせる軽い焦げ風味があり、甘みと苦みは他のスタウトよりも強い。スイートスタウト、あるいはミルクスタウト、クリームスタウトは甘いスタウト。コーヒーやチョコレート、カラメルの風味が特徴。ミルク由来の乳糖を加えて製造することもある。オートミールスタウトは大麦麦芽に加えてオート麦を使用して製造するスタウト。軽い甘みもあり、 クリーム入りコーヒーのような風味。インペリアルスタウトは、ロシア皇帝への健常品として作られたとされる、スタウト。ロシアンスタウト、ラシアンスタウト、ロシアンインペリアルスタウトと呼ぶこともある。寒冷地で凍らないようアルコール度数を高めてあるのが特徴。オイスタースタウトは、柿エキスを加えて作ったスタウト。ありがとうございます。